皆さんこんにちは、花房学です。今回ですね、ある方からの質問に答える形でこの YouTube を撮影しております。大学生なんですけども、自分が英語を今勉強してですね、でその英語力を生かしてアルバイトができるかっていう話なんですね。要は稼げますかっていう話なんですけども、これ大学生が英語を学べば普通のアルバイトよりも稼げます。で今回ですね、このことについてやり方を解説したいなというふうに思ってます。ダイレクトに大学生に向けて動画を配信したっていう経緯は今までないので、今回ですね、改めて多くの大学生に見てほしいなと思うので、自分自身のね、自己紹介を簡単にしてから始めたいと思います。学生時代に僕は英語を好きになってですね、で独学で英語を身につけました。特に海外に住んだとかね、留学経験はないんですけれども、大学時代に TOEIC は980点、TOEFL は650点、今だと多分110点とか、そんな換算なんですかね。ちょっと詳しくはわからないですけども、でもほぼ満点に近いぐらいの点数ということですね。で、その後は自分の英語力を生かしてですね、基本的にはアメリカ、イギリス、フランスの投資銀行ですね。で約20年ほど働いて、でその後日本の銀行で5年半ぐらいですかね、働いて、そして今は都会を離れてですね、ある程度、自分の時間を自由に過ごしたいなということもあって、オンラインメインで英語を教えながら生活をしていますということなんですね。だから自分の人生を振り返ると英語に非常に助けられたし、実際今もですね、好きな時間をより自由に過ごしたいなということを思って、早めに会社員生活というのをやめてですね、で実際自分の好きなことと両立しながら生計を立てていると、英語を教えながら生計を立てていると、そんな感じなんですね。で、このようにですね、学生時代に英語を身につけたことでかなり裕福な会社員時代を送れたってことはとても幸せでした。でこのプロフィールに関しては下の概要欄にも貼ってありますので、ぜひ詳しく僕のことを知りたい方はね、そちらを見ていただければなというふうに思います。でなんで最初に自己紹介をしたかというと、これから話すことの信頼性とか、それの担保になるんじゃないのかなというふうに思ったので、お話をさせていただいたということです。でまず本題に入りたいと思いますけれども、英語を勉強すれば大学生でもアルバイトで食べていけるのかってことですね。最近コロナ禍になってからですね、なかなかアルバイトをやっていたけれども、もう来なくていいと言われてしまったとかですね、多分特に一人暮らしをしている大学生、学費を払っている大学生、ものすごく大変な思いをしていると思うんですね。ある統計によると、かなりの割合で、通常の年とは、ね、違ってかなりの割合で、退学を考えているとかですね、休学を考えている、そんな大学生も非常に多いというふうに聞きます。なんですけれども、実際にこのやり方であれば、もしかしたらアルバイト今すごく見つけるの大変だと思うんですけども、でも英語を使えばかなりいいアルバイトが見つかるんじゃないのかなというふうに思います。で僕自身肌感覚ですけども、うまくやれば月20万ぐらいは稼げるようになるんじゃないかなというふうに思ってます。でこれ今だからこそより可能になったというふうに僕自身思うんですね。僕が大学の時っていうのは英語はできても、なかなかその英語を活かしてアルバイトをやってもそこまで割のいいバイトっていうのはなかった。結局英会話教室でなんかジムみたいなことやるとか、あるいはもちろん家庭教師であったりとか、そのぐらいですよね。非常にこう英語ができる方といってできるアルバイトっていうのは限られてたかなというふうに思います。ただ今オンラインが徐々に導入されているので、オンラインで全て完結するっていう、どこにでもどこにいてもね、移動がないので時間的なロスがないですよね。だからより効率的に稼ぐことが可能になったということです。だからこれある意味都市部の大学生だけじゃなくて、地方の大学に通ってる人でもオンラインなので、全国から仕事を受注できるわけですよね。もっと言えば海外の仕事とかも取れてしまう可能性もあるということなんですね。もちろんやり方次第なんですけれども、そういう意味ではものすごくこう垣根がなくなったという意味で、
より英語ができる大学生がより高い収入、まあ給料ですよね、得るバイトが可能になったんじゃないかなというふうに思います。でこれもし英語は全く今できませんっていう状態であっても全く心配する必要はありません。少なからず、まあ、半年、長くても1年頑張って勉強すれば英語を日本語に翻訳する、あるいは日本語を英語に翻訳することぐらいはできるようになると思うんです。で例えば今流行りのプログラミングとかあるじゃないですか。でプログラミングももちろんこれからの時代すごく有望だと思うんですね。なんですけども同じ、まあ、言語ですよね。プログラミングももちろん言語、英語も言語ですよね。同じ言語とはいえプログラミングってやっぱり今までやったことがなければ最初すごくこう取っかかりがつけにくいというか難しいと思うんですよね。難しく感じると思うんですよね。でそれに対して英語っていうのは基本的には中学から慣れ始めているのである程度は分かってるし、大学生であれば最低限もうすでに中学英語のレベルぐらいはしっかりと身についていると思うんですね。なので人によってはそんな半年とか1年とか必要なく、まあ、すぐに仕事を取りに行けるんじゃないかなというふうに思います。でここからは具体的にじゃあ何すればいいのっていうことを話したいと思います。まず中学の英語がきちっと理解できているんであれば即オンライン英語、あのオンライン家庭教師ですね、これに登録するといいと思います。で今それこそテレビ見てても時期的にもそうだと思うんですけども、たくさんのいわゆる予備校だとかね、そういう家庭教師の会社ですよね、がオンライン授業を始めましたとか、オンラインの先生募集してますとかね、そういう宣伝かなり見ると思うんですよね。で時代はやっぱり予備校であれ家庭教師の形態であれですね、オンライン化にどんどん進んでるわけですよね。で去年なんかまさにオンライン元年っていう感じだと思うんですね。まあ僕もいくつか登録してるんですけども、やっぱりオンラインの学生さんの案件というのはものすごく増えてるんですね。だからやっぱりバイトがない、あるいはバイトやってたんだけども首切られちゃいましたとかねいう方はですね、ぜひともこのオンライン家庭教師にまずは登録してほしいなというふうに思います。でそこである程度経験積む、そうすると徐々に時給も上がっていくと思いますし、やってるうちにできないと思っているようなことでも徐々にできるようになるんですね。で大学生であれば結構つい最近にやったことなわけじゃないですか。例えば中学の内容とか高校の内容とかであればね、でそうするとあんまりまだ忘れてなかったりとかするので、ちょっと復習するだけで結構仮に英語だけじゃなかったにしても他の教科とかも教えられればこれ収入になるので、まあ、すごく効率いいんじゃないのかなと。で僕もよくやってるんですけども、例えば8時から9時までのコマを入れたらすぐ次の生徒を9時から10時コマ入れられたりとか、この1人目の生徒から2人目の生徒に移るときに0秒なんですよね。普通だったらまあ移動の時間があったりとかそういうのあると思うんですけども、もう9時10時10時、まあそれはちょっとそうでもありますね、9時10時10時11時みたいな感じで間髪入れずにすぐに始められるっていうのがすごく効率的ですし、まあ、それができるからこそ高収入を高回転で、まあ、回転させることができるっていうね。だこれ今の時代だからこそ、オンラインの時代だからこそ、まあ、すごく手っ取り早くというか稼げるようになったんじゃないかなというふうに思います。よくテレビとか見てると、昼間の情報番組とか見てるとよくわかると思うんですけども、例えば大阪副知事をやっていた橋本弁護士いますよね。で、あの方なんかは結構自宅とか、まあ、大阪にいながらにして ものすごい数の情報番組のコメンテーターとして出てますよね、オンラインで。で、あんな感じで移動がないっていうのはものすごく効率よく稼げるんですよね。だから英語の家庭教師とか、まあ、英語じゃないにしても家庭教師って今オンライン化どんどん進んでるので、ぜひねこれ大学生であればなおさら、まあ、やっぱりやっていただきたいなというふうに思います。でもちろん登録するしないにかかわらず、ある程度 YouTube とか、まあ、自分自身も YouTube やってますけども、まあ、自分の Twitter とかね、まあ、何でもいいと思うんですけども、何かしらこう媒体を持っている人であればそこにこうフォロワーっているわけですよね、登録者とかね。でそこで、まあ、自分が、まあ、こういうことを教えられますよとかねいうふうに発信することができれば、そこから生徒
ダイレクトで募ることができる。そうすると自分でその時給を決められるってことにもなるので、だからまあ今そういった自分からこう発信できるっていう意味でもすごくいい時代じゃないかなというふうに思います。でこれすごくいいなと思うのは、いくら日本が少子化だって言われていてもですね、中学生とか高校生っていうのは、まあ、次から次からこう、まあ、もちろん生まれて出てくるわけですよね。で少子化になればなるほど親は子供に対してより多くの教育費を、まあ、かけようとする傾向があるはずなんですよね。だから、まあ、教育に対してお金っていうのはそんなに惜しまないっていう、まあ、そういう風土っていうか、まあ、そういう環境になりつつあるので、やっぱりそこに何て言うんですかね、お金をあんまり割きたくないわとか割けられないわとかっていうのはなりづらいと思うんですよね。どんなに不況になっても、逆に不況になればなるほどやっぱり子供にはしっかりと教育を受けさせて、でまあいい大学とかいいところに入ってですね、でより稼いでほしい、より安定した生活をしてほしいって願うのが、まあ、親心だと思うので、まあぜひね、このエリアに関して、教育というエリアに関しては、まあ、これからオンラインの導入とともにどん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 まだ伸びていくんじゃないかなというふうに思います。でこれ家にいながら月20万ぐらいはおそらく大学生であれば稼げると思います。これ家にいながらっていうのはすごくポイントなんですね。どっかに行って例えばバイト2つ3つ掛け持ちしてますっていうと、その移動時間だけで結構ロスなんですよね。でも家に自分がいて、でいろんな、まあ、例えば A という家庭教師の登録先から生徒さんを受注して、まあ、案件をもらってですね、で、まあ、例えば B というところの生徒さんを見るとかね、もう間髪入れずにさっき言ったみたいにどん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 生徒を見れるので、すごく高時給をこう回転させられるんですよね。でもちろん家にいなくても他の場所、例えば実家に帰ってでもいいし、旅行先でもいいし、自分が物理的にどこにいようがネットさえつながればすぐに授業ができるっていうね。だからこれはすごく今の時代かなり高速で稼げるツールじゃないかなというふうに思います。で普通のバイトよりも断然コスパがいいよっていう理由は、今までお話したことプラスアルバイトっていうのは貴重な貴重な大学時代という時間を切り売りしているに過ぎないわけですね。でそこにほとんどの職種に関してはあまりこう人生にわたって身になるようなスキルがつくとは思えないわけですね。まあもちろん一部の業種とか一部の仕事はあると思いますよ。よほどの仕事でない限り知識とか経験の蓄積っていうのは積まれていかないんですね。でも英語を教えるためにはある程度の知識は要求されますし、その知識とか実際に教えたっていう経験は自分自身の英語力も伸ばしてくれるし、でそれによって社会に出てから使える英語力の基礎になるばかりか、失業したりあるいは退職した後も僕みたいにね、自分自身のペースで場所や空間に縛られることなく働くことができる。だから将来の不安もよりなくなるっていうことなんですよね。だからお金がないと将来不安だなとかっていう、お金があるとかないとかっていうのは関係ないですね。自分自身がお金を生み出すそういうエンジンに慣れさえすれば、別に先々お金がどのぐらいなきゃ足りなくなるとか困るとかっていう心配すらする必要がないんですね。逆に言うと健康とか体力をちゃんと維持しておかなきゃなっていうことだけを考えてれば、ものすごく健全な気持ちで楽しく過ごしていける、前向きに過ごしていけるというふうに思います。だから英語を教えることができれば、人生を通して自分自身の人材の価値ですよね、それが一定水準よりも下がらない、低くならないでいられるということなんですね。でこれってすごくやっぱり自分自身に安心感と自信を与えてくれるというふうに思うんですね。大学生であれば受験をしたばかりですよね、まあ、多くの方は付属の人とかは違うかもわからないですけども、でも受験をしてある程度勉強したことがまだ頭に残って、まだ記憶からこうね忘れ去られてない状況なので問題ないと思うんですけども、でも自信がない場合でも半年1年勉強してもっとねレベルアップして、例えば中学英語だけじゃなくて高校英語も教えられるというふうになれば、さらに時給は上げられるわけなんですよね。で英語をある程度勉強したら、まず TOEIC を受けてほしいなと思います。大学生だったら、だからこれ就職するためにも必要な、まあ、点数が高ければねすごく必要とされることですし、
まあ、せめて800点、まあ、750点とか800点ぐらい目指してほしいなと思います。で、このぐらいのレベルがあると、実は英語を中学生とか高校生に教えるっていうだけでなく、翻訳の仕事、翻訳の案件が取れるようになるんですね。で、今、まあ、クラウド系っていうんですかね、クラウドワークスとか、ランサーズっていうね、仕事を探す系の、まあ、サイトありますよね。まあ、直接仕事をそこで受注できるっていうサイトね。で、ここに登録して、まあ、登録するのは簡単です。もう新規登録つって、普通にあの ID とかパスワードを自分で作ればいいだけの話なので、登録して、で、そこで自分自ら仕事を受注してみてください。まあ、自分は TOEIC 750持ってます。あるいは800あります。っていう風になれば、ある程度、そのぐらいこう、取れる案件っていうのは増えてくるんですね。で、世の中には、見てみるとすごくわかると思うんですけど、世の中にはもう海外のニュースとか雑誌とかブログ記事とか、もう音声、YouTube の音声とか映画の音声とか、ね、もうありとあらゆる媒体を日本語にしたいっていう人がもう溢れてるんですね。だからそういった人たちは仕事探す系の、今言ったみたいな、ランサーズとかクラウドワークスですね。まあそういったサイトで英語ができる人を絶えず探してます。なので簡単な案件はある程度すぐ取れると思うので、そういうのを重ねていくと、より難しい、より高単価のものがあるので、まあそういった仕事を実際に自分で直接受注しに行くというのが一つで、もう一つはココナラっていうサイトもありますよね。これは自分がこういうことできますよって自分のスキルを売るサイトなんですね。で、ここも登録して、例えば自分が高校生の長文読解の、まあ、添削を、まあ、仮に1件3000円でやりますよとか、まあ、値段自分で設定すればいいと思うんですけども、まあ、そういう感じでね、結構ね、ここ並べるとすごいたくさんいろいろそういう感じでみんな自分のスキルを売ってるんですよね。だから人によっちゃ、まあ、帰国中とかであれば、まあ、1時間3000円とか1時間5000円とかで英会話 その講師やりますよとかね、まあ、何でもいいと思う。やっぱり会社に登録してっていう形だと当然そのマージンを抜かれるので、そんなにこう高い時給じゃなかったりとかする場合もあるんですね。でも自分が直接何かを受注しに行く、あるいは自分で直接そのココナラみたいなサイトで自分のスキルを売るっていうなれば、値付けするのは自分自身なので、で、それを高いと思うか安いと思うかっていうのは、もちろんその依頼する側になるわけですから、だからある程度自分自身に価値のあるものがあると思えば、そこでどん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 ね、自分のスキルをまあ売っていくと。で、まあ、フォロワーが多い、まあ、Twitter とかね、YouTube とか、登録者が多い YouTuber とかであるんであれば、まあ、そこで自分ができることを実際発信して、ね、それに対して教えてくださいと。まあ、僕も YouTuber やってますけれども、YouTuber やってますというか、まあ、YouTube やってますけども、ある程度は、やっぱり生徒さんになり、まあ、生徒さんというか、見てる方がね、実際に教えてほしいですっていうふうに来るんですね。で、まあ、そこで直接こう、普通に話が成立してですね、まあ、生徒と先生の関係になるところもあるので、まあ、今本当にそういった意味で自分自身でいくらでも仕事が作れる、まあ、そういう世の中になったっていうのは大学生にとってもいい話じゃないかなというふうに思います。で、この翻訳で一つ注意なのは、そのニュースの記事とか雑誌の記事とか、僕はそういうのをね、なるべくお勧めしたいなと思います。で、よくある程度高単価なんですけども、取説、いわゆるマニュアルとかですね、それの翻訳とかもあるんですよ。これやっぱり英語はいくらできてもちょっとね、結構マニアックな知識がないと時間かかってしまったりとかする場合もあるので、ちょっとコスパが下がるんですよね。だからまあ最初はっていうか、まあだいたいその雑誌とかニュースでやれば一般的な人が普通に読むレベルの難易度の内容なわけですよね。だからある程度調べればそれなりの文章っていうのは作れると思うので、まあ、こういったものを拾ってやっていくといいんじゃないのかなというふうに思います。で、このタイプが非常に多いんですね、翻訳に関しては。だからまあ書籍とかそういうものになるとすごく時間もかかってしまうと思うんですけれども、まあ、10分ぐらいのなんかこう動画であったりとかね、それをこういわゆる書き起こすっていうんですかね、翻訳にするとか、まあ、そのぐらいだったら比較的コスパも悪くないかなと、まあ、数万円とかでね、それで出したりをするんですよね。まあ、そういうのもいいんじゃないかなというふうに思います。
でオンライン家庭教師だと大体相場、大学生だと時給1500円とか2000円からって感じなんですけども、当然ある程度経験が重ねてね、経験ができてくれば、まあ、3000円とかにもなりますし、まあ、その大学ブランドですよね。すごく有名大学行ってる方であれば、もういきなり時給5000円ですとかってもあり得ると思うので、結構ザラにあると思います。だからまあやっぱりそういった意味でかなりコスパはいいと思うんですね。だって時給5000円だったら夜ね、さっき言ったみたいに、まあ、7時から8時、8時から9時、2人だけ生徒さん見ますって言っても、それだけでもう2時間で1万円ですからね。だからこれ月に20日間やるだけでも20万軽くいきますよね。だから1日2時間しか働かないで、で、まあ、20日間やるだけで20万。非常に美味しいと思うんですね。で、これ別に夢物語でも何でもないので、ぜひね、こういったところを見逃さずにやったらいいんじゃないのかなというふうに思います。で、繰り返しになるんですけども、やっぱり普通のバイトっていうのはいくらやっても大した時給は上がらないってことなんですね。で、時間を切り売りしてるだけだからってことなんです。誰でもできるからってことなんです。でも頭脳労働というのは、やればやるほどっていうとまあ語弊がありますけども、やればやっただけある程度はね、ある程度は時給が上がってきます。そしてプラス、ここが重要ですね、社会に出てからもう副業が OK の会社今増えてるわけですね。副業兼業いいですよと、そういうところであればこれ会社の時間と被らないんですよね。家庭教師っていうのは基本的に夜の仕事なんですよね。当然みんな学生さんっていうのは中学高校昼間行ってるわけで、夕方以降の時間に家庭教師のニーズがあるわけです。で、僕なんかも大概、まあ、7時以降8時以降とかですね、で11時ぐらいまでやってるわけなんですけども、そうすると会社で働いて夜の時間働こうと思えば、まあ、開けておこうと思えばいくらでも家庭教師できるんです。だから社会に出てからも副業 OK な会社にもし勤めることになるんであれば、その後も続けることができますよってことなんです。これすごいメリットだと思いませんか。で、もし会社クビになったりとか、会社嫌だな、転職したいなと思っても、それがあるおかげで別に嫌な仕事を嫌々する必要なくなるんですよね。だからとりあえず困ることなく、まあ、将来的にもですね、自分自身のいわゆる、まあ、社会保障にもなる。これ非常にいいと思いませんかって話なんですよね。年金だとか社会保険制度がとかって非常に今問題になってるわけじゃないですか。将来大丈夫かって。だけども自分自身の社会保障をたった、まあ、最長1年間英語頑張るだけで、大学時代ね、人生にわたって不安にならないで済むってことなんですよね。だからもう大学時代に1年間ぐらい勉強して英語をしっかり身につければ、自分の人生に付加価値をつけることもできるし、安心して生涯生活することができますよってことなんです。で、これかなりコスパがいいと思いませんかって話です。で、大学生の強みっていうのは時間がすごくあるってことなんですね。でもこれ長い人生で見るとものすごく貴重な時間なんです。たくさんの時間あり余ってると思うんですけども、でも20歳前後の時間っていうのはものすごくバラ色の時間なんですよね。僕はもうそろそろ50歳になりますけれども、いつの時代に戻りたいかって言ったらやっぱり20歳前後ですよね。それはやっぱりもう健康には全く不安もない、体力もバンバンある、頭のも働く、手も動く、そんな時にやっぱりダラダラと無意に過ごしてほしくないなと思います。4年間もあるんだったら最低でも1年ぐらいはね、英語に一生懸命なってみてもいいんじゃないのかなと。その後自分の人生がどれだけバラ色になるかってことなんですね。で、その証明として僕自身が先ほど自己紹介でした内容なんですね。僕が概要欄に貼っている経歴なんですよね。だからぜひね、自分自身で自分の人生を責任持って変える、いい方向に変える、そのきっかけにこの動画がなればいいなというふうに思います。なので月20万このぐらいは全然いけます。逆にいけなかったら何かがおかしいというふうに思ってください。全然いけない話じゃないですね。余裕でいける話なんですね。やり方が重要なんですね。で、そのやり方に関しては今回解説した通りにやれば絶対にいけると思います。で、まあ、もしなかなかいかないなと思ったらね、何度も繰り返しこの動画見ていただければいいですし、まあ、またコメント欄とかでも質問とかねしていただければなというふうに思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひですね、
この動画、チャンネル登録をしてご覧いただければなというふうに思います。ありがとうございました。